はい、今日も新しい人から昨日に続き朝お土産が届いてたんで、実はこれ今取りに来ましたね。めちゃくちゃ怖いです。めちゃくちゃ怖いんですけど、今これカメラ立ち上げてみたんですよ。どんなんかなっていうのがちょっと面白いかなと思って、ここに今、まあ、俺ここにいますね。こうなんかここだけ街灯あるんですけど、ここに来てまして、また同じお土産で申し訳ないんですけども、ちょっとやっていきたいと思いますけど、めちゃくちゃなんかもらえるやん。だからリアルお土産返し、これやっぱりお土産返したくなってまうで、ドラクエの策略っていうか、もう武器とかにした方がいいと思う。これジェムを武器とかにしてほしいなと思ってて、あ、お土産を、それだったらすごい価値が出るじゃないですか。お土産ってやっぱり画像のコレクションなだけでさ、結局は。風喰の村来ましたねって思ったらいいなと思います。あとなんか他の人もなんかお土産のために始めてみますとか、楽しみにしてくださいとかいっぱい来てくれてて本当に嬉しく思いますんで、また取りに来ちゃいましたこの時間ですけど。で、あれなんですよ、僕も思ったんですけど、ここまで来るガソリン代考えたら、ここで俺ジェム買って帰った方が本当に安いなと思って、今からいくつか買って帰ろうと思います。もうマリカだけにしようかなと思ったけど課金しちゃいますね。はい、ありがとうございます。めちゃくちゃ敵いるなここ。しかもこれ天気と連動してるって本当？今頃知ったんやけど、ダッセーな俺の格好。今あの格好してます俺。ジェムを100個使用してっていうのをこれをやりますんで、じゃあこの後お楽しみにしてください。これ今はじゃあここでは今置いとけるんかこれ。今はこれ置いといて、今とりあえずそのお土産を返す。次回クエストクリアまで、あかん、やばい、買うか。オッケーしてんだ、間違い。俺もう一回この仲間なってる。ガソリン代考えたらコンって言ったのに、まあしゃあないわ。だって今俺返したいんやで、この画面動画でもらったのはベリタスさんです。ベリタスはね、若干知ってるんです、九州ってことは。俺は知ってたんですけど、これなんかねちょっと寂しいのが、なんか妄想でどこにみんなが住んでるかみたいなのが楽しみやったじゃないですか。お、超レアじゃない。そのね、妄想でこの人はどこ出身なんやろ、あ、そんなとこない、意外やなっていう感じが全部これでバレバレになっていくっていうね、このせいで、この俺の動画とドラクエのせいで。そこはちょっと寂しいけど、逆にこう新しい楽しみ方もできるねっていうの。西郷隆盛どんじゃないわ、ゾウ西郷隆盛。おー、桜島と、これどこ行ったらもらえるのこれ。あ、最後高森蔵行くと桜島の置物。本当に鹿児島の人なんや。なんかめっちゃレアや。これは俺自分で取りに行ったらガソリン代どんだけかかるかわからん。そういえばさ、九州に行こうとしてたんですけど、まだ行ったことなくて延期になって、俺上陸したことないんですよね九州に。なんかいつも一応この地域のことに触れるとしたら、俺九州には絶対行ってみたいし、九州見どころがたくさんありすぎて、ベリタツさんと前ちょっと喋ってたんですけど、癒しですねやっぱり。あの鹿児島は鹿児島だけで行かなあかんなと思ってます。いつか死ぬまでには行きたいな。でこれどこがドラクエなのこれ。あ、スライムつむり乗ってるな。スライムつむりがドルフィンの上に乗ってる。ありがとうございます、1個くれて。じゃあこの子に、この人に返して、俺昨日思ったヤルパンさんのものをもう一回取りに来て、課金して帰りたいと思いますね。次はどうやってあげるんだっけ。いやー、貴重なもんありがとう。これ田舎のものがやっぱ貴重ってことやね。あれ、お土産あげるって何や。あれ、何でないのこれ。俺取ってないってこと、お土産。あれ、お土産あげたいんやけど、ちょっと後で考えてあげとくわ。すんません。